こんにちは、ふみです。本日はですね、今日メンテナンスが明けてから、モンハンコラボの称号チャレンジが来ておりますので、こちらをね初見でやっていきたいと思います。こちらの称号チャレンジではルールがあって、ハンターなどの対象キャラクターを、のみですね編成しないと潜入ができないということで、ビスケットはオトモアイルが固定ですね。で、4体以下編成だから、自陣で4体をこの対象キャラクターの中で、4体選んで潜入しなきゃいけないということで、まあ、結構縛りがあるので、まあ、一見難しそうなんですが、まあ、今回ね初見でやっていくんだけど、すでにねクリアした人の感想とか見ると、あのダンジョン自体は簡単っていう情報だけ手に入れてるので、こんな感じのパーティーでやっていこうと思います。1体だけあの交換所のね交換しなきゃいけないやつなんですが、バルキリーシール装備のハンターを入れております。まあ、多色ですね。リーダースキルは多色の、まあ、4コンボ以上組めれば一応倍率は出るよっていう感じのリーダーになっております。まあ、一応ねアシストも適当につけてきたんですけど、まあ、何が来るか全然わかんないので本当に適当です。聴覚性が4色のガチャドラで、一応ダメージ無効貫通つけておりまして、ブラキ装備は、聴覚性操作負荷にしてて、ここは吸収ですね。吸収プラスあと4色で攻撃力を上げておりまして、無効貫通で、三つ目装備、聴覚性が7コンボ強化の、暗闇耐性がないので、ここをラクシーヌ入れて暗闇耐性を補っておりまして、で最後が、なんて読むかわかんないわ、ごめんなさい聴覚性が7コンボ強化の、これなんだっけ、バギーの武器かな。これも4色足して火力を上げたいなっていう感じで入れております。そして固定はオトモアイルですね。もう武器ですけどねこれ、はい。こちらのリーダースキルは、まあ、モンハンコラボキャラで組むと HP が3倍、3色以上攻撃で、攻撃力が10倍、2コンボ加算なので、まあ一応噛み合うかなということでやっていきたいと思います。まあ、見てもらったら分かる通りね、レベルとかも全然上げきってないんですけど、ちょっとこれでいけるならいけてほしいということでやっていきたいと思います。制限時間は1200秒です。やっていこう。とりあえずまあ多色組んでいけばいいんだよね。色を組んでいこう。闇がない。3色しかないか、もしかして。まあ受けれないなんてことあるかな初っ端から受けれないことあるかな。さあ打ってこない。あ、倒せるね。やっぱりそんなに難しいダンジョンではなさそうかな。はい。非吸収は大丈夫だと思うよ。はい。13回もあるのね、そんでね。4色。これ、火力どんぐらい出るんですかね。あ、まあまあ、バルキリー、あ、倒せない。火が。火が。水で押せ。じゃあ火組まないでいきますか。難しいんですけど、火組まないの。落ち込んくるな。あーあー、めちゃくちゃ火乗った。無理です。だるい、だるいよ。これで落ち込んなしでお願いします。オッケー、いけたんじゃない。3回そう、だるが来るがですね。あーなるほど。あー、陣がないかもしれん。耐えろ耐えろ。あ、怒っただけ。優しい、優しいですね。いいですね。まあね、こんな編成難易度というか火力出ないの縛りにしといてね、めちゃくちゃな地面食ってたらめっちゃ切れるよね、みんなそれは切れるよね。お、消せないだ。消せない、回復できるよ。しちゃお。オッケーオッケーオッケー。ちょうどいい難易度かもしれん。これならさ、全然初心者さんにもやりやすそうだね。オッケーオッケー、いいんじゃない。誤解そう。ベリーオロス、
やっぱなんか先制で大ダメージとか変なギミックとかないね。時間も多分だいぶ余裕あるんじゃないかな。オッケーオッケーオッケー。あー、ワンパンできないのだるいけど、よし。さあ6階層半分ぐらいまでいった。後半むずくなったらやだな。雲弾きます。一応ね、そう、体勢的には暗闇雲、暗闇お邪魔毒雲操作化あるんですけど、その分バインド耐性がほとんどないかな。うん、なんで、あ、なるほど、前職組みましょう。ここはしっかり足りるかな。2体分しかさ、無効貫通つけてこなかったんだけど、ありますか。ファルキリーとブラキーだけ潜在についてます。いけ、2ウェイ入った。よしよしよし、いけますね。ありがとうございます。あ、6回じゃないかも。まあ多色だからあんまそんな関係ないか。はいはい、オッケー。まあ称号取ってもね、私はちょっとサンリオの称号外さないのでつけないんですけどね。あー、エンハンスは返せそう。買っちゃうか。買ってみましょう。これエンハ何倍なんだろう、見ればよかったな。確かドラゴンキラーの覚醒につきだったんで、で結構ドラゴンキラーついてるね。はい、みんな1個ずつはついてるのか。あー、なるほど、カンストはしないけどいい火力で打ってますね。セルゲリエ、セルゲ、あ、十軸メーターよね確か。こんな感じでどうですか。はい、オッケーオッケーオッケー、順調順調。ブザイヤー低ダメージもある。一回そう、うわ、マガラ、おお、これ使っちゃうか。いらないような気がしてきたんで使っちゃいましょう。ロック解除陣でダメージ吸収、ダブル吸収ですね。多分来ないと思う。来たら相当めんどくさいな。でも食べ直さなきゃいけない。はい、 OK。さあ12階層は、あー、覚醒無効はバルキリーシールでいけるな。はい、回復、一応三つねも覚醒無効解除なんですけど、後ろが溜まってますね。これはリザフレのリーダーのエンハンスかな。パンパン、お、ワンパンいけました。コースなんだっけ。あ、そっか、グラビティ持ってくればよかったな。そしたら、そしたらもっと楽でしたね。しかも吸収やん吸収いらないとか言っといて全然いるじゃん。でも闇光だから、あー、まあでもこれが引っかかるか。2ターンだから、まあ耐久しますかね。で時間的には余裕ありそうなんで、お、攻撃耐えれたんで、で吸収なくなったんで行きましょう。すげえ闇がいっぱい。はい、これでまあ超根性は削ったでしょう。で、あー、攻撃がちょっと痛い。なるほど、ちょっと色が足んないなぁ。頑張れ、落ち込ん、ナイス。あ、オッケー、あ、倒せた、終わり。あ、終わった結構まあ簡単でしたね。
よっしゃ、作りやー。かなり内容的には簡単だったので、いろんな編成があるかなと思います。ギミックもね、まあ、学生無効と消せないぐらいだったかな。称号もね、もうもらえるのかな。もらえますね。仮王。読み方合ってるのかわかんないですけど、これね、ちょっと私は三流にしとくんですけど、まあ、称号はすごくかっこいいので、まあ、モンハン好きな方はね、絶対取っておいてそうはないかなと思います。っていうか、称号めっちゃ増えてきたね。今後もね、頑張って称号取っていきたいと思います。まあ、ちょっと簡単だったんで参考になるかどうかはあれですけど、皆さんもね、期間中にやっておきましょう。ということで、本日は以上です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、さよなら。